始まりました、村上夏実のなっチャンネル、イエーイ。はい、この番組はなるようになるをテーマに、声優村上夏実が視聴者や村上夏実自身が考えた様々な企画をなるようになるかチャレンジ検証する毎月2回放送予定の番組です。番組後半は会員限定放送となっており、会費は1ヶ月税込み540円。はい、入ってるこれ、炊飯器の音。後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。公式放送 YouTube では前半のみのお試し放送となっております。またコメントやアンケートはチャンネル放送で行ってますので、公式放送 YouTube でご覧の方はよろしければ放送チャンネル放送ページでご覧ください。番組の感想を Twitter でつぶやく際はハッシュタグウニナルと書いてツイートしてください。目指せトレンド入り。はい、ってことでゲストが来てくれてます。じゃん。お、お、顔のツアー、お、はい、というすごいな、さっきの人びっくりした。あ、意外といけるかも。はい、久保田美恵です。よろしくお願いします。全然気になんない。あ、本当よかった。そう、ちょっとね、この辺が今全体的にやられてて、鼻声ね。そう、この辺がね、こうやって。私鼻声フェチだから。よかったやった。やばい。そう、たまに咳とかしてるけど、だいぶここからしたら元気だから。もうここからしたとここから元気だから、気にしないでください。よろしくお願いします。言えたー、イエーイ。ね、やっぱり炊飯器の音聞こえてたよ。聞こえてたか。聞こえてるって書いてあったの。ちょうど竹ちゃんやってね。竹だ。いい米が竹だ。今竹だ。始めました。竹始めました。いや、さすがにございます。はい、ということで、今日来てくれたミュータン、ミュータンとのね、出会いは2年前とかに、何の？2年ぐらい前、某スクールアイドルのね、スクールアイドルのやつで出会ってから、もう2年ぐらい経ちましたね。なんかね、もう私にとってミュータンは、うん、もうただただ憧れで、なもうあのツイッターにさ、名前の後ろにあの本物ですマークがついてる人が、あ、ツイッターのあの公式マークでしょ。そう、がこういった偽物じゃないですよっていう。そう、その人と知り合いになれる。それ私じゃなくてもいいじゃん。いや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 、そんな人がゲストに来てくれている。いや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 、公式マークがついてるよ。つくよ。つかないよ。つけてって言ったら、あれなんか確かツイッターの公式に言うんですよね。私本物だからつけてくださいみたいな。あ、そうなんだ。あ、そうだから言えばいいんだよ。言う。私は村上夏実なんでつけてくださいって。そうなんだ。そう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 。そうそう、確かそう言えばねできるはず。そうなんだね。いやでもそんなことはどうでもいいんだ。なんでよ。なんでよ。言ったけど、なんかね、なんだろう、こうなりたい女性像。はいって感じ。ゆかちゃんすごい褒めてくれるんだけど、私そんなにすごい女性、多分私のファン分かってると思うんだけど、あいつ意外とバカだぞってみんな分かってるから。でもね、それも可愛いんだよね。いやいや、でもなっちゃん可愛いんだよ。なんか私に昔ってないけど、ここ数ヶ月前ぐらいに、ねえみゆたん香水教えてって言って、私がその香水をあげたの。そしたらそれをね、使ってくれてるのよ。当たり前やん。自分であげた匂いだからすぐ気づいて、匂いとか。嘘。え、気づいた気づいた。今もつけてる。今ごめん、鼻詰まってる。今鼻詰まってるか分かんないけど、ラジオで会った時に、俺今日つけてる。つけてます。毎日。ちょっとどんぐらいの分量つけていいか分かんなくてさ、めっちゃつけちゃうね。香水分量難しいよね。でもその可愛いなと思って、個人的に可愛いなと思ってますよ。私でもちょっとやばい。初めてね、うん、初めてみゆたんと交わした言葉をだけちょっとみんなに、いや、何それ。でもこれ怒られちゃうかもしれないけど、全然大丈夫だけど、本当に私あのコミュ障みたいになっちゃって、うんうん、まあ、でも初めて会った時みんななんかどう喋っていいか分かんない感じだったよね、うん、でなんか後ろからみゆたんにあのいいお尻ですねって言ってたもん。言って、え、そんなことない、ありがとうみたいな。なんてことを言ってしまったんだ私は。それが初めての会話でした。あったな。セクハラセクハラセクハラですよ。ごめんなさい。今思い返せばセクハラでした。
セクハラ受けました。思った、なんかもう何言っていいか分かんないけど、目に入ったもう思ったことを言ってしまったっていう。でも言われて、他の子たちからなっちゃん意外と見えたのかと思ってるからってめっちゃ言われるから。見てる、収録中もめっちゃ見てる、後ろから、いいお尻だって見られてるらしい。はい、はい、ということでね、はい、メールも読んでみたいと思います。分かりました、なっちゃんズネーム、MM さんからいただきました。ありがとうございます。なっちゃんゲストのミュータン、こんにちは。こんにちは。お二人が仕事で共演されるようになってから1年半以上が過ぎましたが、うん、なっちゃんはミュータンを、ミュータンはなっちゃんをそれぞれどういう人だと思っているか教えてほしいです。さっきも言ったけど、どっちから言う？私。あ、いいよ。なんかさ、うん、色気がすごいの。なんだろう、ただいるだけで、なんだろうな、フェロモン？フェロモン？フェロモンが出てるっていうか、なんかありがとうございます。やばいやつだよ、すごい周りの空気吸ってるじゃん。私のフェロモンが出てる。もうほんとね、もうなんだろう、会話するの結構緊張しちゃうんだよね。なんで？だから、そう、なんかすごい多分最近ようやく慣れてきてくれたんだけどさ、昔全然喋ってくれなくて、私と避けられてるのかなと思って。一生懸命喋ってたの。でもなんか他の子に比べたらなんか喋りかけてもあみたいな感じで、あれと思って。だから本当に香水とかも、うん、なんか何言ってんだろう私みたいな。ちょっとだけあったの。そしたら本当に次の現場で持ってきたよって持ってきてくれるから、神じゃん。いやいやいやっていう嬉しい。でもなんだろう、でも私から見てなっちゃんはとにかく可愛いなっていう、なんかそのうちに秘めてるものがなんか最近徐々に出してくれて可愛いなと思いつつも、めっちゃ努力家だなとも思うし、いやいやいや、めっちゃ勉強熱心だなと思うし、ただもうとにかくもうちょっとその隠してる部分を出してくれって私は思う。時間をかけて、そう、あとね、少しずつね、うん、2年経ってようやくこの辺まで出してくれたから、多分もっとやばい部分あるんだろうなっていう。もっとやばい部分あるから、そう、あれもうちょっと楽しみだなって思いますね。はい、てことで、はい、ミュータンもチャンネルを頑張って。今日私回さないからね。私回さないから。いや、本当にもう今日はね、いや助けて助けないゲットだもん。今日回す気がないから、あんまり把握してない。私だって未だになってさ、どっちのカメラだっけって思ってるの。自分が映ってるのが。そう、ミュータンはもう完璧なのカメラが。いやいやいや、しかもなんかもう自分からこう決めに行くっていうか、それができたことになる。これ拍手いただいた。頑張れ動くね。かわいい。動きが面白いんだよね。動き面白い。はい、ミュータンもチャンネルやってるんだよね、はい、そうなんです。私あのただ肉を食べるっていう、このちょっと、あ、お、脱げば脱げるかな。そう、えい、ニュー、あー、久保田美優のナイストゥミートユーエンジェっていう、本当にただ肉を食べるだけのニコ生をやっておりまして、最高でしょ。ゲスト来てほしい。行きたい、来て一応6月2日にイベントがあるんですけど、そこにね、2部の方にトモレワゲストに来てくれるんだけど、おお、まだ番組内にゲストは来たことがないから来てほしい。行きたいです。おにぬなちゃん来てほしい。私もちょっとセクシーに脱ぐ。セクシー脱いでセクシーだよ。マイクロセットかぶっちゃってたけどね、完全に。あ、すごい。あ、そう、自分とお肉になった。すごい、来てほしい。でも本当ただ肉食べるだけだから。じゃあのね、ファンのみんながサポーターになって、ファンのみんなのお金でいい肉食べるっていうすごい番組だから。ファン様様様様なの。ありがたい、ね、みんなのおかげでいい肉食べます。セクシーだよ、ボーって。いや、いいんだ、これからセクシーになっていくから、ミュータンから吸収していく。はい、ねここだね。いや、ここはいいんだ。あ、ここいいの。ここはいいんだ。よくないよ。いや、あっち行ってからでいいんだ。あ、そうか、あっち行ってからでいいよね、わかった。そう、じゃあ、もう、ダメだ、頑張って。あ、そう、前回ね、
あ、前回？前回だっけ？カレー作った、前回カレー作ったの、カレー、まあ、前前回カレーを作った時に私椅子作ったの知ってるよ。お、あのグダグダ会なっちゃんが作った椅子座ったもん。そうかそうか、スタジオがね、同じ時があって、そう、同じ時があって座らせてもらった。いい、いい椅子座らせてもらった。いいだろう、使ってくれ、素敵だった。で、そんな感じで、はい、カレーも作って、うん、でもなんかなんだろう、具材を事前に切っとかなかったから、うんうん、もう切るのに時間かかっちゃって、あら、もうすっごいなんかもうドタバタドタバタした。切るだけで終わったの？いや、なんとか滑り込みセーフでカレーは作り終わったんだけど、もうちょっと煮込みたかったなみたいな。あ、煮込み足りなかったのね。そうので、うん、今日はね、はい、もう先に私がもう早く来て切っておいたのでね、さすが、早速カレー作りに行っちゃいたいと思います。行きましょう。はい、移動だ。立つ。はい、カレーを作るぞ。よっこいしょ、よっこいしょ。